マドライにあるミーナークシアンマン寺院のゴープラムゴープラムは南インドのヒンドゥー教寺院に見られる東門またはローモン建築である。壁で囲まれたドラビダ様式のヒンドゥー教寺院複合の出入り口に置かれ、宗教的には聖族を分かつ山門としての機能を有する。歴史的には9世紀頃長羅長期から建てられ始め、時代が下るほど広大なものが建てられるようになった。 地理的には、テルグ語圏よりも南の地域に分布し、さらに、交易や人的交流により、ドラビダ文化の影響を受けた東南アジアにまで広がる。タミル語では、名詞の数を区別する。ゴープラムは、複数形であり、その単数型は、ゴープラである。また、タミル語のシーンは、有性と無性の区別をしないため、コープラ、コープラム表記も、理論上はあり得るが、あまり見られない。 また、タミル語では、母音の長短を区別するため、カナ表記は超音符を伴う、ゴープラ、ゴープラム表記が、理論上は好ましいが、コプラ、コプラムと表記する例も見られる。ゴープラムの語源は、タミル語で、王を意味する、コード、外交を意味する、プラムが合わさってできたというタミル語説がある。その他に、ジークフリート・リンハルトによる説は、町の門などと訳される。 サンスクリットの単語、ゴプラが語源であるとする説である。この説によると、街の門を意味するゴプラは、おそらく、牛か、空を意味するゴーと、街を意味するプラの二語から成り立っているという。タンジャーブールのブリハディシュバラ寺院さんが無時代には、普及の門を意味するオーンクにライバーエルと呼ばれるものがあり、ゴープラムの前身とする説がある。ゴープラムの起源は、チョーラチョー。 チェーラーサ、パンディアーサ、パンラバ町といったタミル王朝の古い建築に求めることができる。マハーバリプラムの海岸寺院が備える東門は10世紀の建築である。この東門は単層であり、広大のものと比較するとずっと大人しいものである。これら以前の建築に対して11世紀の建築になるタンジャーブールのブリハディシュバラ寺院は、 複数階層の東門を2機備え、これらはそれぞれ従来のものよりはるかに大きい。広大のゴープラムへ至る決定的な第一歩がこのブリハディシュバラ寺院の東門から踏み出された。それでもまだビマーナよりずっと小さいものではある。また外部からビマーナへと至る一直線の参道上に2機とも建てられており、東西南北の参道に林立させる建築様式には 未だ至っていない。ティルバンナーマライのアンナーマライアール寺院に隣立するゴープラムゴープラムはパーンディア朝歴代の王の下で巨大化していった。12世紀には最終的にゴープラムの影により寺院内部の聖域の見た目の印象が弱くなるほど寺院の外観における最も支配的な特徴となった。また装飾の豊富さという点においてもゴープラムは 内部の聖域空間より優越するようになった。初期のゴープラムの重要な建築例としては、チダムバラムのティッテアイナタラージャ人の4棟のゴープラムがある。これらは13世紀中央に建築が始まったが、完成にはより長い年月を要した。ヒンドゥー人は、ヒンドゥー教の伝播に従って、インドの周辺地域にも混流された。チャンパー町クメール町 シャイレーンドラ町の混流した寺院が特によく知られ、東南アジアのこれらの寺院は南インドの様式が見られる。例えば、アンコール遺跡群の一つ、タプローム寺院のように、クメール建築の中にはゴープラムを備えるものがある。高ビルを単純化して示す図工ビルの中には複数のゴープラムを備えるものもあり、その典型的な作りは、 本殿の周りを壁が三重に取り囲むというものである。上空から見下ろすと、三重の壁は正方形をしていることがよくある。そして、最も外側の壁に複数のゴープラムが置かれている。コービルにおいて、主神殿内しその登場の屋根は、ビマーナムと呼ばれる。本殿よりも、はるかに大きなゴープラムを有するコービルもしばしば、見られる。 シュリーランガムにあるシュリーランガナウタスワーミジーンの主門は11層、高さ72メートルもあり、非常に大きい。ゴープラムのプランは通常長方形である。地上階には豪華に装飾された木製の扉があり、出入り口としての機能を提供する。ゴープラムは複数の木座橋が積層する構造である。全体として髪型へ行くほど細くなっている。 各階の高さも、塔の先端部ほど低い。塔の頂部は、カラサムという、丸く膨らんだ石のフィニアルのついたかまぼこ状の屋根が、置かれているのが普通である。ゴープラムの細部の一例南インドのゴープラムには、幾多の彫刻彫像により絶妙に装飾され、国際式に彩られたものが多く見られる。これらの彫像や彫刻は多様性に富むが、すべてヒンドゥー神話に由来するものである。 とりわけ、その後オプラムが設置されている寺院が祀る神格に関連する神話から抜き取られた一場面を表すものが多い。ありがとうございます。